不足になりがちな今、お家でできる簡単エクササイズやストレッチを行うコバの体生き生き計画のコーナーです。新型コロナウイルス感染拡大防止のため講師を務めますボブスレー元日本代表の小林隆一さんは VTR での出演となります。今日は免疫力アップのエクササイズパート1です。それではコバさんお願いします。はい、自宅でですね過ごす時間も多くなっていると思います。なかなか運動ができない運動不足の方も多いと思いますが、家庭でできる簡単なエクササイズで運動不足を解消していきましょう。はい、それでは今日は、免疫力アップのエクササイズをやってみたいと思います。今日のエクササイズは、椅子を使って座った状態で行いたいと思います。はい、で呼吸については今日はですね鼻呼吸、鼻で吸って鼻で吐くという状況でやってみたいと思います。では1つ目の種目ですね。最初は座った状態、手を頭の上に後ろですね組みます。はい、はい、では、肩甲骨周り、首周りを丸めるように体前に呼吸を吐きながら今度は吸いながら戻す、ぐーっと張っていきます。肘を閉じる感じ、今度は大きく開くように、呼吸は吐きながら、はい、吸いながら、すべて鼻の呼吸で行います。動きが小さくならないように大きくいきましょう。うんうん、これ呼吸しながらの方が動きが大きく、ね、できますね。うん、気持ちがいいです。深呼吸してる感じ、うん、ね、そうですね。うん、はい、それではコバさん次をお願いします。では続いてのエクササイズはこちらです。手を前ならにします。手の甲は内側に向いて体は少し猫背気味、はい、ここから腕を引きながら胸を張っていきます。呼吸は鼻で吐きながら、吸いながら、大きな動きで動かしていきましょう。しっかり体が丸まるように、吸いながら吐きながら、しっかり鼻で呼吸してください。大きな動きを意識してやってみましょう。うん、難しくなくていいですね。肩甲骨がよく動いてるのが実感、ね、できますね。肩甲骨は一つ意識することがポイントなのかもしれないですね。本当です。はい、ではコバさん次お願いします。続いては、股関節をストレッチしながら動かしていきます。はい、次にですね、片方のお尻を乗せます。はい、そうしましたら前後に少し大きく開いて、はいはい、はい、手は胸の前に組みます。ここから呼吸はまた同じように鼻ですね、吐きながら体を前に丸めます。今度は吸いながらぐーっと反らすように上げます。はい、しっかり前に倒した時には前方にある足に体重が乗るような感じです。あ、この辺来ますね。はい、振りながらしっかり背筋を使うようなイメージで動かしていきましょう。足の付け根あたりも来ますね。足にもね、はい、背中と腰も伸び縮みする感じでいいですね。なるほど。おー、椅子使うと楽ですね。楽楽助けてくれるですね。あ、気持ちいい。はい、それではコバさん今日のまとめをお願いします。今日のエクササイズについては、力を出して頑張るという動きではなくて、呼吸を大きくして体を大きく動かす、それによってですね、血流が良くなって免疫力のアップにつながる可能性があるということになりますので、毎日ゆっくりでいいですので続けていただくことが一番ポイントかなと思います。でもちろんですね、運動だけではなくてバランスの取れた食事、そして睡眠をしっかりとっていただいて、運動、休養、栄養のこのバランスをしっかり整えていただくことが一番ではないかなと思います。体を大きく動かすことで血流も良くなるってことですよね。まあ、普段の動きからもこう大きく活かせますね。活かせますね。いいかもしれないですね。はい、もう一度ご覧になりたいという方は日本海テレビの公式 YouTube でもおさらいができます。さあ、次回も免疫力アップのエクササイズパート2を行います。うん、では決めポーズいきましょう。恒例の、はい、これで皆さんの体もせーの、息息